あの時は行けなかったウルトラビルディングへ。行ってみたんだけど怖さを感じた。まるであの大穴とは別の禁足地という気がして背徳感というかなんというか、悪事キングを見守っていた親切な人も食いしん坊くんがいなくなればどこかに行ってしまうのだろうか。というわけでウルトラビーストやウルトラビーストの居住地について面白い考察、妄想があれば聞きたい。信仰を失ったアローラの慣れの果て、いいよね。半折りしてっぽいんだよね。ビーチサイドとか書いてるし、チュートリアルでリリエが行ってたお店の看板とかポケモンカメラかなんかのチュートリアルで使った塀の穴も残ってたりするんだっけ。サンムーンの頃だけど、悪事キングの口の中がウルトラホールに繋がってるのではって説があったな。ノイズに混じって半折りしての BGM が逆再生で流れてたりね。お、役、あ、た、のなんで、る、て、半折り役所、あなたの街の、何でもやるかがかすれたものだと聞いたことあるぞ。まあここ完全に荒廃した半折りしてなんだろうな。発電所関連で何かが失敗した世界の、発電所のポスターが貼ってあるが、ゲーム内の半折りしてに発電所はない。発電所を建てたことによる自然破壊環境汚染からカプカミの怒りを買いこうなった説。発電所の建設計画に言及してる町民がいるんだったかな。なんとも薄ら寒さが残るよね。ビルディングって名前だし一度本編のアローラより発展してそう。代償として星ごと捨てなきゃならない羽目になってるっぽいけど、いろいろ言われやすく当時でもうーんとなるとこがあったウルトラさんウルトラムーンだけど、ここに来れた時は感慨深いものがあった。案内人曰く、発電所のポスターはおじいさん世代がほとんど燃やしてしまった。大人に発電所の話をすると嫌な顔をする。みんな他の星に逃げてしまった。発電所が何らかの事故を起こして半折りしては人が住める環境ではなくなったことが推測できるが、アローラ地方どころか地球から逃げなきゃいけないほどって何？その発電所がアローラ以外にもたくさん建ってて、ほぼ同時期に事故が起きたとか？ジガルで、アルセウスはどうにかできそうだが。最終兵器を発電に応用したものかも。もちろんそのエネルギー源は、核神どころかアルセウスもジガルでも大怒りで各地で異常発生、星を捨てるとか？でもそれだと人間以外にポケモンも巻き込まれてそうなのがな。発電所が現実的なものじゃなくもっとファンタジックなすごいやつだったのかも。そして事故の影響もファンタジックになった。コケコ発電とか？全力で核神の怒りを買った結果がこれの可能性。核に喧嘩を売りに行くスタイル。アローラの人間の発想ではないな。舞台が舞台だからまあ単純に考えると発電所でアローラ全体がビカビカに光る、光に釣られてネクロズマが寄ってくる、カプに助けてもらおうとしたけど開発によって起こるか何かで雲隠れしている、光で強化されたネクロズマを止められる奴はもういない、とうとうソルガレオ、ルナーラも取り込まれてしまい光を求め続けるネクロズマによる被害は星全体に、みたいな感じだったんかな。説明をちゃんとしろ。ぶん投げをやめろ。ホール近くの人が、防護服がないとまともに暮らせないって言ってたから放射性物質が漏れたとかも考えうるのかなって。ウルトラビーストの中に発電所を襲撃した実績のある電樹木がいるのが、でも図鑑でそう記述されたのはサンムーンだし、サンムーンで大した被害なかったってことは電樹木単体なら国際警察で対処できる程度なんだよな。半折りに発電所が作られた時点でアローラはすでにどうしようもなくガタガタだったんだろうか。そういや悪事キングサザンドラの進化した姿説前に見たな。タイプの一致とか尾が増えてるからだとかなんとか。それが核かどうかはともかくとして星レベルの危機に発展するってことは伝説のポケモンに匹敵するほどの力を持つ存在が暴れたりしたのかな。ウルトラビルディングも謎だけど BGM がアローラ地方のテーマの逆再生で既存のポケモンが1体ポツンといるだけのウルトラスペースゼロも気になる。弱ったポケモンが小型化するときに1匹で潜む空間的な説は見かけた。開発インタビューでそれぞれの世界に映画が1本作れるくらいの設定を盛り込んでいるって言ってたからね。なかなかに壮大そう。まあウルトラビルディングは空気を吸うだけでもヤバくて水もろ化しないと飲めない。機械も壊れるってなかなかの被害よな。あと役所周りのセリフとかきな臭いのが多いけどどうなんだろうか。そんな裏話があったのか。ウルトラビルディングはいかにもディストピア終末系な映画になりそう。ここに生身で入れるよう水木は何者なんだよ。直ちに影響はないだけじゃないかな。長時間いたり水を飲むとさすがにまずいと思う。ネタバレを先に見て、たどり着きたくないって思った覚えがあるわ。一番怖いのが防護服の人が主人公に対して顔見知り的な感覚で話しかけてくるところなんだよね。深読みだけどこの世界の主人公が事故に大きく関わってたんじゃないかと思うと、ただフレンドリーなだけかもしれないけど、防護服の人はメインキャラの子孫で主人公の子孫とも親交がある説を見たことあるな。そういや悪事キングの図鑑に食べたものすべてをエネルギーにしている説があったけど、質量の 100% をエネルギーに変換できる超すごい発電技術とかがあったりしたのかも。